フェアキャッチはアメリカンフットボール及びその他のいくつかのフットボールコードの一要素である。キックされたボールをキャッチ後にリターンする権利を放棄することでボールをキャッチ後の安全を得る行為である。フェアキャッチのルールが設けられている主な理由はレシーバーを保護するためである。レシーバーは空中のボールに注意を向けているため自分に向かって走ってくる。 守備選手に注目することができない。このため非常に怪我をしやすく、またパンターが、守備選手が、レシーバーに、ヒットできるように、意図的に高く短いキックを行った場合、ファンブルのリスクがある。XFL は試合をより、過激にするためにフェアキャッチを廃止した。カナディアンフットボール及びアリーナフットボールでも、フェアキャッチのルールはない。ラグビーユニオン及びオーストラリアンフットボールでは、 フェアキャッチはマークマークと呼ばれる。校舎では15メートルの距離を超える補給はすべてフェアキャッチとなる可能性がある。フェアキャッチは現在はスタレタ一部のフットボール競技の要素であったが、現代のフットボール競技では廃止されたものも多い。アメリカンフットボールにおけるパントのフェアキャッチフェアキャッチでは、キックオフあるいはパントの際に、 相手チームが蹴ったボールの補給を試みる選手は、相手チームの妨害を受けずにボールを補給する権利を得る。このようなやり方で補給されたボールはデッドとなる。すなわちボールを補給した選手は陣地を獲得するために、ボールを持って走ることはできず、チームはそのボールが補給された地点からドライブを開始する。フェアキャッチの意思表示は、ボールが空中にある間に、 レシーバーは片腕を完全に頭の上に上げ左右に振らなければならない。合図がなされた後、相手チームは、レシーバー、ボール、ボールへの進動を妨害してはならず、レシーバーはボールを持って前進を試みてはならない。レシーバーの合図が適切でない場合、レシーブ側のチームは合図がなされた地点から5ヤードのバツタイとなる。フェアキャッチの合図をした選手が、 必ずしも補給をする必要はない。しかしながら、合図をした後、その選手は他の選手がボールに触れるまで相手チームの選手と接触することはできない。違反した場合は、非スポーツマン的行為として15ヤードの罰すタイとなる。ボールがグラウンドあるいはキックした側の選手に当たった場合は、フェアキャッチの合図は無効となり、通常のキックに対するルールが適用される。 レシーバーがキャッチに失敗した場合は、マフとなり、プレイは続行される。キックした側の選手が、フェアキャッチを行う選手のボールに対する権利を侵害した場合、パーソナルファウルと15ヤードの罰つタイとなる。妨害が悪質であるとみなされた場合、その選手は試合から排除される。レシーバーが、フェアキャッチシグナルをした後に前進を試みた場合、遅延行為として5ヤードの罰つタイとなる。 フェアキャッチの後は、スナップかフリーキックの一種である、フェアキャッチキックかを選択できる。全米大学体育協会は1950年にフェアキャッチを廃止したが、フェアキャッチキックの選択肢を除いて1951年に復活させた。フェアキャッチの合図はルールに違反しない、ごまかしのために使うことができる。レシーバーが補給するよりエンドゾーンまで転がし、 タッチバックにした方が有利になると判断した場合、ボールの落下地点より前で、フェアキャッチの合図をすることで、キックした側に、ボールがエンドゾーンまで届かないと勘違いさせることができる。19世紀のイングランドのフットボール競技の子孫で、ある様々な種類のフットボール競技は、フェアキャッチのルールを持っていた。サッカーではごく初期に廃止され、カナディアンフットボールでは20世紀中頃に、 ラグビーリーグでもそのすぐ後に廃止された。アメリカンフットボール、ラグビーユニオン、オーストラリアンフットボールなどのフットボール競技ではフェアキャッチのルールが残っている。アメリカで考案された学生向けの競技であるスピードボールやスピード A ウ a はフェアキャッチの元々の要素の一部を持っている。オーストラリアンルールズフットボール、スポードボール、スピード A ウ a におけるフェアキャッチは 相手チームからのキックでなくとも良い。アメリカンフットボールやルールが廃止される前のカナディアンフットボールでは先に合図をする必要がある。ラグビーユニオンでは選手はボールをキャッチし、マーク。と叫ぶことでフェアキャッチの合図をする必要がある。ある種のフットボールでは相手チームのキックをフィールディングする選手の周りにはある程度の円形のスペースが与えられなければならない。ラグビーユニオン。 ラグビーリーグ、カナディアンフットボールでは、オフサイドポジションにいる、キッキングチームの選手に対してのみ適用される。アリーナフットボールでは、フェアキャッチはないが、キッキングチームはボールが、空中にある間は、5ヤードラインの内側への侵入を、控えなければならない。フェアキャッチが認められる条件には、競技によって差異がある。例えば、ラグビーユニオンでは、クリーンなキャッチが求められる。 アメリカンフットボールではボールをお手玉することが許されているが、キャッチする位置を前に進ませるために故意に行ってはならない。オーストラリアンルールズは最も寛容であり、ボールをキャッチするまでいくらでも手で扱ってよく、敵チームからだけでなく、味方チームからのキックもフェアキャッチできる。また、選手がボールの落下を十分にコントロールできていると見られる。限りボールを落下させることもできる。 そのため、敵味方が、フライボールを奪い合う場面が頻発する。ラグビーでは19世紀にアメリカンフ20世紀末まで、ラグビーユニオンでは、相手チームのスローフォワードからのフェアキャッチも許されていた。ありがとうございます。